八百町では今月17日午後3時半ごろ突風が起きて屋根の瓦が飛ばされたり窓が割れたりするなどの被害が住宅など30棟以上で確認されましたけが人はいませんでした岐阜地方気象台はきのう現地調査をしその結果 竜巻に特徴的なゴーという音が移動したという証言が得られたことや、移動する渦の画像が確認されたことから、気象台はこの突風を竜巻と認定しました。竜巻はおよそ1.7キロにわたり、その強さは風速およそ40メートルと推定されています。